よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。さあ皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。私は暑いです。はい、もうこれしか最近言ってないんだけど、この部屋暑いのよ。だ本当はね、動画を何本か撮りたいんだけれども、1本撮ったら汗ダラダラだから、あーダメだ、もう無理無理無理と思ってね、続けられないという感じなんですけれども、まあそんなことは置いときましてですね、今回紹介するのはこちらでございます。じゃじゃじゃん。そして中身がじゃじゃん、こいつ開けぞ。こちら中華製ナーフガンの FMG9 でございますね。少し前にね、これのガスブローバックのねコンバージョンキットを紹介しましたね。あれはガスガンでしたけれども、今回こちらはねスポンジ弾を飛ばすナーフ風のトイガンなわけですね。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ今回ね、この FMG9 風の、中華製のナーフガン、まあ、そもそもね、まずこの FMG9 とはっていう方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、まあもう冒頭でねお見せしました通りですよ。こうやってねコンパクトに折りたたまれていて、ここからワンアクションでこうやって銃の形に展開するという、そしてねこうバン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 って撃つっていう感じなんですよ。まあ、そういうね、ちょっと変態的なね銃なわけでございますね。はい、それではこちら近くで見てみましょう。それではこの FMG9 近くで見てみましょう。今ねこれこうやって展開してますけれども、持ち運ぶときはこうやってねコンパクトに折りたたんでおいて、で使うときはこうやって展開して使うという感じなんですね。こういう変形アクションってね、ちょっと男の子の夢と言いますか、かっこいいなーってね思いますよね。はい、それではねマズルでございますね。これねこんな感じでねスポンジ弾飛ばしますのでね、でっかい穴が開いてるんですよ。ちなみに最初に見せちゃいますけれども、飛ばす球はねこういうやつなんですね。今回は吸盤とかじゃなくてね、これちょっとちっちゃい球なんですよ。9ミリサイズぐらいの球ですかね。これをねこういうプラスチック製のちょっとボトルネック風の薬莢にこうやってセットしてで撃つというわけなんですよ。はい、そして本体側面ですね、 FMG9 と書いてあります。で、これね全体的にプラスチックで非常にこう軽い感じになります。でこちらにはですね、これレールになってましてね、こうやってアクセサリーパーツをね付けたり外したりできるんですよ。これもこのキャリングハンドルも外れます。でこうやって外すと上がねレールになってるわけなんです。だから最初の状態だとこのキャリングハンドルと、あとねこのこういう中華ガンではよくあるね謎のフラッシュライトがついてたりとかなんですけれども、他にもね付属のアクセサリーパーツで、こういうねホロサイト風の、ホロサイトではないですよ、ホロサイト風です。まあ、こういうね、サイトパーツがついてたりしますね。これ書いてあっていいのかなってちょっと思っちゃいますけれどもね、某メーカーのプリント名も入ってますね。一応ねこうやって調整用のネジもついてます。でもねこれもうレティクル投影方式じゃなくてレンズにレティクルがあります。まあなので調整不可能です。ちなみにでもね一応赤と緑に光ります。見た目はそれっぽいですね。あとはねこういうのもついてんですよ、ブースターだっけ。ちゃんとこのマウントベースもついてましてね、しかもねちゃんとこうやって跳ね上がるっていうね、すごい無駄に凝ってるんですよ。なのでなんちゃってではあるんですけれども、こうやってつけるとねかっこいいんですよ。こうやってねちゃんと本物みたいにずらしといて、使うときはこうやってセットするとかね、こういう一連の動きもちゃんとできるんですよ。これ結構面白いです。なかなか面白いものではないでしょうか。とりあえずまたキャリハンとライトに戻しまして、続きましてですねこちらでございますね。このぴょこぴょこ動いているパーツ、これはですね一応フォアグリップです。ちょっと小ぶりではあるんですけれども、一応構える時にねここを、まあ、こんな感じかな、持って構える感じです。で反対側のこちら、これがですねコッキングハンドルですね。打つときはねこれ後ろまで目いっぱいグッと引きます。でコッキングレバーに連動してこのエジェクションポートも開きます。こっから薬莢がこんな感じで飛び出てくるわけです。でまたちょっと戻りますけれども、トランスフォームするためのレバーも兼ねています。はい、これ今閉じた状態ですね。こっから開くときにここのレバーをクッとやるとこうやって開くんです。なので右手で持って親指でレバー引く感じですかね。ちょっと綺麗に変形させるのはコツがいるんですけれどもね、こんな感じでやると一発で綺麗にいきますね。はい、そしてグリップですね。グリップはですねこんな感じで側面が脂肪加工で、前と後ろが横方向にセレーションの入ったものとなっています。でこちらにはマガジンキャッチボタンがついていて、
こうやってマガジンを取り出せます。このマガジンに先ほどお見せしましたけれども、このカートリッジを入れていくわけですね。モデルガンみたいな感じで非常に楽しいです。ただ弾いっぱい込めるとテンション強くなるので、意図せずね、弾がバラララってばらけることがあります。なので最後の方はね、こう慎重に込めていく必要がありますね。で、撃つときはマガジン入れてコッキングして、それで引き金引けば撃てます。はい、そしてこちらがストックですね。まあこのストックそんなに快適とは言えないんですけれども、結構ねこのバットプレート部分は広いので、意外とねしっかりと構えることができます。で、このストックの内側はこんな感じで空洞になってます。はい、そしてですね、こちら畳み方なんですけれども、この前紹介した FMG9 とですね、実は手順同じなんですね。このグリップの後ろの爪を押しながらグリップ畳みます。で、ストックのここのパッドの部分上に上げて、でストックをねこうやって畳みます。で、あとはこのフォアグリップの部分をうまいことこうやって押さえながらこうやって畳むわけです。これで完成ですね。で、先ほどお見せしたように使うときはこうやってやれば開きます。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございました。それではこちらポリッチグリーン時川でね、ちょっと打って遊んでみましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。それではご覧いただきましょう。どうぞ。はい、というわけで今回はですね、こちら中華製ナーフガンの FMG9 風のねものの紹介でございました。いやー、これね、あの FMG9 をよく再現してありますね。ちゃんとこうやってね、畳んだ状態からガシャコーンと展開して撃つことができるという FMG9 の最大の特徴、そして一番楽しい部分をちゃんと味わうことができるという、結構ちゃんとしたものです。で、そしてね、このおまけパーツ、これが地味に楽しいという、なんというかね、やっぱりこうこの中華ガンシリーズってマニア心が分かってますよね。うん、とても楽しい一丁かなと思います。まあ肝心の弾の飛距離は正直大したことはないんですけれども、まあでもね、さっきから言ってるようにガシャコンと展開できて、そしてこうカートリッジがポンポンポンとね、結構小気味よく飛ぶということで、撃てるモデルガンとしてね、
お座敷シューターの方におすすめできるのではないかなと思います。まあこういう変形アクション銃、好きな方は検討してみてはいかがでしょうか。やっぱりね、グロックを組み込めるコンバージョンキット、あれはあれですごいんですけれども、やっぱ高いですからね。手軽にこうやって遊べるのはいいことかなと思います。興味ある方は調べてみてください。はい、まあそんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではじゃあね。